月刊花田編集長の花田和義です。今一番聞きたいことを一番聞きたい人に聞く右向け右という番組です。今夜のゲストは、牛尾雅人さん、はい、軍事評論家というか、まあ評論家、元は、航空自衛隊の三等空佐まで勤め上げましたが、途中で、はい、いやいやいや、大学で教えられたり、はい、もういろいろ評論、まあ、執筆活動されたり、はい、大活躍でございますけど、最近この文春新書で安全保障は感情で動く、はい、まあ、今なんか非常に読みたくなるような、はい、タイムリーな、もう一方これもまたタイムリーといえばタイムリー、誰も知らない憲法9条、はい、誰も知らないっていうのはどういうことなんですかね、はい、いや、かいつまんで、はいはい、実は六法全書であるとか、はい、模範六法であるとか、はい、出版社ごとにあるいは一つの出版社でも、いくつもその六法の類を出てるんですけれども、はい、実はそれらをずらっと並べますと、微妙に記述が違っているとそうなんですかいうことから、まあ、解き起こしまして、まあ、いわばこれらはいずれも本物の憲法ではないと、まあ、いうことで、その次の章で、まあ、本物を写真で撮っていただいてですね、こことここが違う、こことここが違うと。なんでそういうふうに違ってくるんですか、はい、まあ、そこはですね、はい、出版社側に言わせれば、うん、撮るに足らない違いだということなのかもしれませんが、まあ、例えば本物はですね、うん、いわゆる正漢字、はい、今の東洋漢字ではない漢字ですし、まあ、全て歴史的仮名遣いで書かれている、まあ、昭和20年21年、うん、その頃にですね、まあ、今の日本語があったわけがないわけですよね、うん、まあ、そこは大したことではないということなのかもしれませんが、まあ、しかし六法の互いには全部見出しがついているんですね、うん、例えば括弧戦争の放棄であるとか、うん、戦力の不保持といったような見出しがついているんですけれども、これも全部出版社ごとあるいは六法ごとで違っているわけです、うん、そうなんですか、まあ、ですので例えば読者がそれを見てですね、うん、そういう条文なんだという、まあ、いわば先入観を持って、まあ、読んでしまうと、まあ、いうこともあるんじゃないかというふうに思いますし、まあ、いわゆる前文というふうにこの本の中にも書かせていただいたんですけれども、はいはい、実は本物にはですね、はい、前文前文前文とは書いてないんです、書いてないんですか、はい、そして本物にはそのいわゆる前文の前に、まあ、文章があってですね、はい、鎮和から始まる、まあ、文章が書いてあって、はい、これは一般に上諭というふうに言われているわけですけれども、うん、まあ、実はいわゆる護憲派もあるいは改憲派も、うん、その上諭のところをすっ飛ばして、ね、いわゆる前文のところからその論を解き起こして、うん、そして、まあ、護憲派の方はこれを理想視して、うん、まあ、いわばノーベル賞に値するであるとか、世界遺産にというようなことを言い、うん、まあ、いわゆる改憲派はですね、ここに、矛盾があるんだとか問題があるんだと、うん、まあ、いうふうにまあ、それぞれ論を戦わせているわけですが、まあ、実はその前の上諭についてですね、まあ、書かれている憲法の本というのが非常にまあ少ないというふうに思いますし、まあ、その上諭からきちんと読み起こせば、例えば保守改憲派の中に、まあ、今の憲法はそもそも無効であると、占領下に国際法違反でまあ制定されたんだという指摘があって、まあ、一面のその真理はついているとは思うんですが、まあ、しかし上諭で鎮和から始まっており、そして漁名漁字があると、まあ、いうことを踏まえればですね、まあ、一方でいわゆる生前退位の問題で、まあ、陛下のお気持ちに沿うと、それこそ右から左までそういうことを言いながらですね、まあ、憲法がですね、天皇が決裁しているという事実をですね、そのすっ飛ばしてその中身にいきなり入ってまあ議論を始めているのではないかと。でまた他方護憲派もですね、まあ、8月革命説という学説に基づいて、まあ、昭和20年の8月にまあ革命が起きたんだと、うん、まあ、そう考えざるを得ないと、うん、そして実は彼らの方がむしろ上諭にこだわっていて、うん、まあ、この上諭を見ると欽定憲法、まあ、つまり天皇が、うん、この憲法を制定したとしか読めないけれども、はい、実は8月に革命があったんですと、うん、だから実質的には民定憲法、うん、まあ、民が、うん、国民が決めたと、まあ、いう話でですね、うん、いわばそのストーリーの中で、まあ、今の憲法を理想視しているわけですが、うん、まあ、私たちはまあ今一度その本物の、うん、憲法に立ち戻って、うん、まずは上諭からこうきちんと読んでですね、そしてどちらの言い分が正しいのかというところからまず、うん、議論すべきだと、まあ、いうことを、まあ、論を書かせていただいたのと、うん、まあ、もう一つはその小中学校の教科書、社会科の教科書の中で、まあ、憲法とそして自衛隊が、まあ、どういうふうに書かれているのか、うん、ということを、まあ、紹介しているんですけれども、あ、まあ、実は結論から申し上げると、うん、まあ、社会科の特定2社、うん、以外はです、ね、
ですね、まあ、全部どれを読んでも、まあ、自衛隊は憲法違反ではないのかというふうに、うん、まあ、読者つまり小学生や中学生を誘導しているとい、うん、まあ、う記述しかないと、うん、まあ、いうことなので、うん、まあ、やっぱりこの現状を放置しては私はいけないと思っているので、うん、まあ、何らかの形で、まあ、例えば自衛隊という名前で憲法に明記するという、うん、まあ、ここでもし意見を集約できるのであれば、うん、それを足がかりに、まあ、まずは改正をすべきだと、うん、まあ、いうことを書かせていただいてます。ご憲法も改憲法も目から鱗の入門書で、まさにこれを読んでほしいですね。もう一つは、まあ、この安全保障は官僚で動く、まあ、今日のお話も関係があるかもしれませんけど、はい、これもまだ出たばかりですね。そうですね、はい、ぜひこれもお読みください。本題ですが、北朝鮮がですね、まあ、いろいろあれこれと手を出してきております、はい。8月29日にはですね、ここにも出てますけど、その襟裳岬のを通ってですね、はい、ミサイルを発射したと、うん、これでまあびっくりしていると、3日にはですね、まあ、水爆実験ですかね、はい、あれはと、まあ、向こうは言ってますが、うん、規模もだんだんなんか発表、うん、小野寺さんの発表も、うん、こう大きくなってきますね。そうですね。あれはどうしてあれすぐは分かんないですか、なかなか。まあ、実はこれまでの、はい、過去5回の核実験でもですね、実は韓国、日本、アメリカ、はい、あるいは国際機関 CTBTO というところも計測してますし、うん、あと実はドイツもですね、はい、研究所で計測をしたりしていて、うん、まあ、毎回専門家がそれぞれの計測値で、実際はこれぐらいの爆発だったのではないかという推計を出しているんですが、うん、まあ、実は毎回それぞれ微妙ないし結構なばらつきがあってですね、うん、しかも今回のように、うん、例えばある機関が一旦数値を出しておきながら、うん、まあ、その後その数値を見直して、実は数字が変わってしまうということがあって、はい、まあ、それが今回まさに起きたということになるわけですけれども、うんうん、私もちょうどその実験の直後に、まあ、生放送の番組で、はい、まあ、その時点での推計値をもとにして、まあ、水爆実験であれば、まあ、3桁、うん、の数字が出るはずで、まあ、当初の70キロトンという、まあ、防衛省の推計値をもとにすると、まあ、純然たるあるいは普通の水爆実験に成功したと、まあ、いうふうに考えるのは少し無理があるのではないかという、うん、まあ、見方を示して、まあ、ブースト型という、まあ、いわば原爆と水爆の、うん、はい、まあ、乱暴に言えばその真ん中みたいなですね、まあ、そういうものに成功した可能性が高いのではないかと思うと、まあ、申し上げたんですが、うん、まあ、その後70キロトンから微妙にどころかどんどん増えていってですね、今の段階で考えれば、まさに水爆の可能性というのが、まあ、否定できなくなってきたなと、うん、まあ、水爆であったというふうに考えてもいいのかなという、うん、まあ、ちょっとまあ今でも微妙な段階ではあるのかなと思うんです、ただまあ、いずれにせよですね、原爆というのは核分裂といって、うん、このまさに一つか二つに分かれていく、この作用で核爆発を起こすわけですけれども、うん、まあ、水爆というのは反対に核融合、ね、まあ、二つがこうまさに溶け合うということを利用して核爆発を起こすわけですが、うんうん、このブースト型というのは実はその核分裂と核融合を、うん、まあ、いわばどちらも使うタイプのもので、まあ、私はこれに当初成功したのではないかと思っているんですが、まあ、実は水爆かもしれないということなんですが、まあ、だとしても、まあ、私の見方が正しければ少なくともブースト型あるいは水爆に成功した、つまり、核融合の技術が使われて、しかもそれが成功したと、まあ、いうことをもう断定していいんだろうと思うんですね。この核融合が使われるというのはまさにその水爆が核融合であるように、爆発力が大きくなるということと同時に、うん、あるいは裏腹に、うん、核弾頭を小さくできるという、うん、まあ、画期的な技術でもあるわけです、うんうん、言論テレビから会員募集のご案内です。言論テレビは内外で起きているニュースを掘り下げ、そこから何が読み取れるか、世界の動きの本質を探ります。求心力が働いているのがアジアであるならば、私たちはこの地域安全保障の枠組み、今世界はこうどっちかというとその遠心力で離れつつあるけども、ここで一つ求心力を作っていくということは不可能ではないかもしれない。皆さん本当に今日本人の頑張り時なんですね。頑張らなきゃいけない。会員になっていただきますと
桜井キャスターの君の一歩が明日を変えると、花田編集長の右向け右の動画をいつでもオンディマンドでご覧いただけます。さらに桜井キャスターのメールマガジンや週刊誌などに発表するコラムもお読みいただけます。正会員登録は月々972円または1年で1万800円です。桜井よし子と共に歩む桜会員も設けました。年会費は一口10万円です。正会員のサービスに加えて桜井キャスターの新刊本をサイン入りでお送りいたします。感謝の集いなど言論テレビのイベントには無料でご招待いたします。皆様の入会を心からお待ちしています。詳しい情報は言論テレビのホームページをご覧ください。今一番聞きたい人に一番聞きたいことを聞く右向け右という番組。キャスターは名編集長として知られる花田和義です。花田編集長の右向け右は毎週金曜日夜10時からです。桜井キャスターの君の一歩が明日を変えるに続いての放送です。その吉田長所なるものをね、そのしかもその長所を公開しろっていうことをね、他の長所も含めて朝日は主張してるんだけど、でも私なんか思うに、その長所をじゃあ朝日が入手してね公開しろっていうなら、まずてめえからね、この吉田長所公開したらいいじゃない、全部。番組のテーマは今聞きたいことを聞きたい人に聞く。対談ゲストは今話題の旬なゲストをお呼びいたします。金曜日の夜は桜井よし子の君の一歩が明日を変える、そして花田編集長の右向け右、ダブルコンテンツでどうぞお楽しみください。